秋田県立野球場。秋田県立野球場は、秋田県秋田市原屋、通称向浜にある野球場。愛称は、小町スタジアム。施設は、秋田県が所有し、県の外郭団体である、秋田県総合公社が、指定管理者として、運営管理を行っている。メインスタンドのネット裏を覆う、米粒を模した白い幕屋げと、 秋田を代表する祭りである関東をイメージした4基の照明塔が特徴的な球場である。秋田市内には、秋田市厚橋運動公園公式野球場、現、先駆け厚橋球場、1941年完成と秋田県営手形球場、1950年完成の野球場があり、手形球場に代わる野球場として1974年に、 秋田県立球が竣工、開業した後は、共に、県内の社会人、大学、高校など、アマチュア公式戦等で使用され、また、八橋球場では、プロ野球公式戦も開催されていた。しかしいずれも老朽化して、設備不備が目立つようになり、また、強外な敷地に立っているため、大規模な増築やナイター用の照明設備の増設が難しかったことから、 移転新築を望む声が寄せられていた。県立球場は築30年弱であったにもかかわらず、八橋球場と比較して維持管理が行き届いていなかったなど問題点が多かったことから、県は県立球場を移転し、新たにプロ野球公式戦が開催可能な設備を有する野球場として新築する方針を固めた。なお、旧県立球場は二千二年をもって閉場し、 取り壊され、跡地は、秋田県立武道館の建設用地となった。一方、八橋球場は改修工事を行いながら、現在も存続している。現在の県立野球場は2003年3月、球球場から約500メートル西側の向かい浜、スポーツゾーン内に完成。移転と同時に施設名称も、秋田県立球場から、秋田県立野球場に改称された。 愛称、小町スタジアムは公募により決定した。小町は、湯沢市に伝わる小野小町生誕に関する伝説や、県徳産の米、秋田小町にちなんでいる。小町スタジアムは、旧県立球場や八津橋球場と同様、県内の社会人、大学、高校などの公式戦などで使用され、名実ともに、秋田県を代表する、県家最大の野球場である、 このように開設から10年が経過した東急城であるが、2016年5月に金属片の落下が確認されたことから、翌6月に詳細な調査が行われた結果、潮風や雨水によってナイター設備に腐食が見つかり、2017年6月から改修工事が行われる。本工事では他に観客席の幕屋根改修工事とグラウンド改修工事、芝、張り替え、 導入外も合わせて実施される予定。この結果、2018年は、プロ野球の公式戦が開催されないことになった。2018年8月11日、12日に、イースタンリーグ公式戦東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道、日本ハームファイターズ戦が開催されることが発表された。そのプロ野球公式戦であるが、東球場が開場した2003年シーズンより、 八橋球場から小町スタジアムでの開催に移行した。初の公式戦は6月21日のセントラルリーグ公式戦。広島東洋カープ対日ドラゴンズ15回戦。翌22日も同カードで2戦とも広島の勝利。いずれもデーゲーム。同日、広島、前田智則が中日、平井選手から球場第1号本塁打を放った。ナイター開きは、 同年7月12日のヤクルトスワローズ対横浜ベイスターズ17回戦13日の同カードはデーゲームなお試合は2戦ともヤクルトの勝利また2006年7月8日9日には東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースに連戦が行われタイガースが実に53年ぶりに秋田で公式戦を行ったほか、 同年9月12日には読売ジャイアンツ巨人対中ドラゴンズ21回戦が行われた。巨人が秋田県内で公式戦を行ったのは1951年8月3日に秋田県英手形野球場、現在の秋田大学野球場で太陽ホエールズを相手に試合を行って以来55年ぶりであった。 しかし試合は10から2で中日が圧勝し、巨人は55年ぶりの秋田でのホームゲームは黒星に終わった。一方、パシフィックリーグ公式戦は2006年に東北楽天ゴールデンイーグルスが球団創設5発の秋田での公式戦を2連戦で開催して以降、2009年からは岩手県盛岡市の岩手県営野球場との2連戦式で毎年1試合を開催している。 2009年は、雨天中止。その他詳細は、後日が、前日の工事やアクセス面の問題から、2017年については、同じ秋田市内の秋田市、八橋運動公園公式野球場、先駆け八球場に変更されたが、先駆け八橋球場の安全面、仮設する予定だった防球ネットの設置箇所に問題があり、結局同日に、小町スタジアムで、 ナイトゲームとして開催されることになった。小町スタジアム完成以前は、上記の通り、八橋球場でプロ野球が開催されていたが、1990年5月のロッテオリオンズ対近鉄バファローズに連戦は、旧憲立球場で開催された。これは同年、八橋球場が改修工事を行うのに伴い1年間閉鎖されていたことによる代替措置。なお、 この旧県立球場でプロ野球が開催されたのはこの1990年が唯一である。最初に宮城県仙台市を本拠地とする新球団仙台ライブドアフェニックスを設立する構想を表明したライブドア社長の堀江貴文当時は新球団の二軍本拠地を秋田に置くことを検討したいと明言。小町スタジアムを二軍の本拠地及び一軍の地方 試合会最球場として使用する可能性を示唆した。また、これに続いて、仙台を本拠地とする新球団、東北楽天ゴールデンイーグルスの設立構想を発表した、楽天社長の三木谷博文も、東北6県をホームグラウンドとしたい。新球団の試合を、秋田でも数試合行いたいと考えていると明言し、小町スタジアムた東北各地でも公式戦を、 開催した意向を表明した。参入を果たしたのは、校舎の楽天だった。楽天側は早速、翌2005年の秋田県内での公式戦開催を目指して、県内メディア各社に公式戦開催時の工業主のオファーを出した。カードは、対オリックスバファローズ戦とし、開催日を7月12日、火曜日。翌7月13日は、岩手県営野球場に設定した。 ところが、秋田県側からは、すでに別カード、ヤクルトスワーローズ対横浜ベーターズの開催を予定しており、年に2カードは難しい。秋田テレビ、平日のライターは、開催実績がなく、収益性や集客力については未知数なところが多い、その他各社など、同意を得ることができなかったことから開催を見合わせることとなった。このため2005年、楽天の公式戦は、 本拠地の宮城県をはじめとする東北地方4県では開催されたもののプロ公式戦開催に見合う施設を許さない青森県とこの秋田県の2県では開催されなかった。ただ、秋田県内では小町スタジアムがありながら楽天の公式戦が行われなかったことで公式戦開催の待望論がより強くなりつつあった。楽天側はこれを受けて同年秋。 米田純球団代表が秋田市を訪問した折に翌2006年シーズンは地元側で工業主が見つからない場合でも球団の自主工業によって公式戦を開催したいという意向を表明したこうして2006年8月8日8月9日に県内初の楽天主催の公式戦として対千葉ロッテマリーンズに連戦が楽天野球団の主催秋田伊佐奉新報社と 秋田朝日放送の協賛により開催されることに言った。しかし地元の工業主がつかなかったため、運営面のほとんどを球団独自で取り仕切らねばならなかった上、PR 不足も重なって試合当日の出足は伸びず、有料入場者は8日が7069人、9日も9024人と、期待に反する動員数に終わり、試合も2から5、5から11とロッテに連勝を許した。 楽天は2007年シーズンも青森県を除く東北4県で一軍公式戦を開催するため地元工業市との交渉を進めたものの再三面などで合意に達しなかった。また自主工業による開催も再三面での不安があることから1月下旬までに同年は秋田県、青森県、山形県の3県では一軍公式戦を開催しない方針を決め2008年も 秋田での開催は見送られた。2009年7月29日、3年ぶりとなる対埼玉西武ライオンズ戦が組まれ、同年以降は楽天野球団と秋田朝日放送が共同で取材する運営形式が取られることになった。当日は強い雨に見舞われたが、主催者側は天候の回復を待って強行開催する策を取り、予定通り会場して、 スタンドに観客を入場させた。ところがグラウンドは、雨水が浮くなど状態が劣悪な上、雨は降りやむどころか雨足が一層強くなるなど、開催は困難と判断され、結局午後6時12分に中止となった。中止決定後、楽天監督の野村克也は、試合ができるわけがないのに待たされて、選手が怪我するかもしれないし、お客さんも気の毒。五十年プロでやってきて、こんなのは、 初めてや、金儲けのことしか考えていないと苛立ちをあらわにし、西部監督の渡辺久伸も、二十数年やってきて、初めてのこと。開始を待つ、ま、あ現場は文句を言っていればいいが、ファンはそういうわけにはいかないと、地元ファンに同情した。2010年8月24日に開催された対北海道日本ハムファイターズ18回戦は、秋田では実に4年ぶりの開催となった。 試合は4から1で楽天が勝利し、球団創設6シーズン目にして、秋田での初勝利を挙げた。2011年以降も年に1試合、岩手県営野球場と合わせての2連戦のうちの1試合として、楽天主催試合を開催している。秋田テレビは、八津橋球場における、千葉ロッテマリーンズ戦を主催していたが、同社は2003年の当球場竣工以降、 東京ヤクルトスワローズ戦を開催するようになった。これはヤクルトが同社のキー局にあたるフジテレビジョンと資本関係を有していることなどが影響していると言われる。またヤクルトには秋田市出身の石川正則投手が在籍しており、以前には同じく秋田市出身の鎌田正樹投手も在籍していたという縁もある。同カードは通常土曜、日曜の二連戦で編成され、土曜日が ナイター、日曜日が、デーゲームで行われている。秋田テレビは、毎年ヤクルト戦の開催に合わせ、ヤクルト球団、サークル系サンクスと共同で、か田、石川両名をはじめとする、ヤクルト主力選手をモチーフにした弁当を企画するなど、遊客に、積極的な姿勢を見せている。しかし2009年、球団側が7月14日、火曜日7月15日、水曜日に、対、 読売ジャイアンツの平日ナイター2連戦の開催を打診したものの、ちょうど全国高等学校野球選手権、秋田大会の開催時期と重複することが判明し、秋田県側の調整も不調に終わったことから開催は見送られ、この2連戦は初日が福島県営あず球場、2日目が明治神宮野球場の変則日程に変更された。 2010年は7月3日、7月4日の土日に、連戦で対中日ドラゴンズ戦が開催された。試合編成は従来通り3日がナイター、4日がデーゲーム。3日の10回戦では先発の石川が7回、途中まで2失点にまとめるなど高騰し、4日の11回戦では、青木戦親がセリーグ史上最速となる通算1000本安打を達成した。 2012年は5月12日5月13日の土日に対読売ジャイアンツ戦が開催された。13日の8回戦では巨人が5から1で勝利し、秋田県では61年ぶりとなる勝利を挙げた。12日の7回戦は引き分け。2013年は8月10日8月11日の土日に対横浜 DNA に連戦が両日とも17時開始の白後。 準、ナイターで開催され、11日は、秋田県出身のダン・ムが、始球式を行った。また、同年より、秋田県出身の石山康七投手と、藤田太陽投手が、ヤクルトに在籍しており、10日は、石山が、11回表の1イニングを投げ切った後で、その裏にさよなら勝ちして、勝利投手、11日は藤田が、外旋登板した。 2014年は6月28日土曜日に対巨人戦が開催された。翌日の6月29日日曜日にも同カードが開催される予定だったが悪天候のため試合前に中止となった。2015年は5月9日5月10日の土日に対中日ドラゴンズに連戦が両日とも13時開始のデーゲームで開催された。 2016年は7月2日3日の土日に巨人戦が開催された。2日はナイトゲーム3日はデーゲームで開催された。2017年2018年の2年間、ヤクルト市観公式戦は組まれていなかったが、2019年は6月29日6月30日の土日に対読売ジャイアンツ戦が3年ぶりに開催される予定。 広島東洋カープとの対戦は2017年現在、実績がない。なお、広島球団は、秋田県において、競合局の秋田放送の共催で、八津橋球場2002年までや小町スタジアム2003年で主催試合を開催していい。2002年は、ヤクルト戦が組まれていたが、雨天中止となった。2011年8月30日。 秋田県と秋田市が連名で2014年のプロ野球オールスターゲームを東球場に誘致したいとの要望書を日本野球機構 NPB の事務局長に対して提出した。9月9日には佐竹隆久秋田県知事が秋田県で開催される国民文化祭に合わせての開催を要望すると表明した。これに対し日本野球機構 NPB は 地方開催を行うかどうかも決まっていないと答えたという。その後、同年10月25日、石井博士郎参議院議員と佐竹秋田県知事、小住市秋田市長が日本野球機構 NPB を訪問し、加藤良造コミッショナーにオールスター開催の要望書を提出し、石井参院議員は秋田ではまだ一度もオールスターが開催されていない。 子供たちの一生の思い出になるよう優先的に開催してほしいとコメントしている。しかし、この要望は通らず、2014年のオールスターゲームは、第1戦は西武ドーム、第2戦は阪神甲子園球場で行われた。2012年9月20日、NPB は2013年のプロ野球フレッシュオールスターゲームを東球場で開催することを発表。 試合は7月18日に開催された。東北地方でのフレッシュオールスターゲーム開催は2008年の山形座王高宮ホテルズスタジアム、現、庄内銀行、日清製薬スタジアム山形イコール、山形県野球場、以来2度目となる。BR 試合は、イースタンリーグ代表で、秋田県出身の木村優太投手が、最後の2イニングを無失点で抑え、7から1で、 全イースタンが勝利。木村は優秀選手賞の一人として選ばれた。なお、同じく、秋田県出身の石山康七も出場予定であったが、松田オールスターゲーム2013に選出されたため、代わりに、徳山武志美が出場した。秋田県は2008年春、東急城と秋田県立総合プール、秋田県立小賀水族館、ガオの3施設について、施設命名権。 ネーミングライツの売却先の募集実施を決定し、3月31日から5月19日まで募集を行った。いずれも契約期間は3年間、年間契約額はガオ1、0-0-0-0 000 000円、小町スタジアムと総合プールを各500万円に設定し、それぞれ故障にガオ、小町スタジアム、プールを組み入れることを条件としていたが、 三施設とも締め切り日までに応募企業は現れなかった。募集を担当した、県総務課の担当者は、金額は他県の例を参考に決めた。料金が高すぎたのか、相性を組み込む条件だったのか、原因はわからない。問い合わせでも指摘はなかったと説明した。これを受けて県は5月22日に、広告事業審査会を開いて、応募条件の再検討などを行い、 再募集に向けて企業訪問などを行ったものの景気低迷などの影響で企業側の反応は鈍く、結局同年末までに施設命名権の導入を一時中止する運びとなった。その後2010年5月には命名権の売却に向けて検討作業が再開されたものの、やはり売却先は現れず、結局売却計画は3施設とも具体化に至っていない。 2011年1月現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。